麻酔代わりだ。俺はどうしたんだ。強盗に襲われたんだ。無してやったが。相手はここらのやつか。ペペ、地元のやつが俺にそんなことすると思うか。ところで B、 実は俺もちと困ったことになってて。なんだやぶから棒に。どうしたんだ。ああ、聞いてくれるのか。いや、実はな、カクに金を借りてて、明日までに返さねえと足を折るって。やつはやると言ったらやる。バックにはカルテルもいるしな。カクに借りたのか。ヘイウッド中で嫌われてるあの金の亡者に。弟が出所したのを盛大に祝ってやりたくてな。やめとけよかった。ペペ、いつになったら学ぶんだ。ねえ、弟は大丈夫なのか。ああ、あいつは元気にしてる。なあ、力を貸してくれるか。俺がカークと話してみる。一つ貸しだからな。心に救う悪魔と戦っている。カーク、ちょっといいか。久しぶりだな、ビー。どうかしたのか。ペペに頼まれてきたんだ。一人で金も返しに来れないのか。別に怒っちゃいないのに。今のところはな。いくら貸してるんだ。そいつは客の個人情報だ。だがまあそれなりの額さ。個人情報。氷菓子にもモラルがあったのか。人を何だと思ってる。多めに見てやれよ。少し待てばちゃんと払うって。俺が慈善事業をやってるように見えるか。金を借りたらきっちり返す。利子をつけてな。それが常識ってもんだろう。それとも約束もろくに守れないクズを見逃せっていうのか。今回だけでいい。俺に免じて。ビジネスはビジネスだ。そんなことをして俺に一体何の得があるってんだ。引き入れてくれればあんたは俺に貸しを作れる。面白い。だがもっといいアイデアがあるぞ。これは見てみろ。で、一面に乗ってる高級車だ。そいつはナイトシティに4台しかない。1台はレイフィールド社の支社長、1台はライン市長、1台はレンタカー。4台目は俺の依頼人のものになる予定だ。お前が盗むことに成功すればな。それでペペの借金はチャラになるのか。もちろんだ。約束は必ず守る。話はシンプルだ。レイフィールドを盗めば借金はチャラ。なんならお前に分け前もくれてやる。太っ腹だろ。車の持ち主はエンバースってクラブの常連だ。毎週金曜必ず顔を出す。そこの駐車場で仲間のリックが働いてんだ。現場に着いたら監視カメラを切りゲートを開けてくれる。あとは車に乗り込んで走り去るだけだ。簡単だろ。車の持ち主は海の向こうから来た荒坂の候補だ。体中から金が湧き出てやがる。名前は知らないし、どうでもいい。車の価値とどこにあるかさえ分かってりゃ十分だ。なかなかひどい計画だな。ほう、どこがだ。俺をはめようとしてないか。そんなんじゃねえよ、B。
お前は頭が切れるらしいじゃねえか。一緒に一儲けしようぜ。そのリックってやつは信用できる。大丈夫だ。実際どうやって盗めばいいんだ。車の下に潜り込んで配線をいじればエンジンがかかるとでも。この手の車には最先端の防犯システムが搭載されてるはずだ。レイフィールドの技術者が修理に使うキーをコピーした。ロックの解除も認証の突破も朝飯前だ。レイフィールド用のマスターキーってことか。そんなうまい話があるわけないだろう。歌舞伎の変態技術屋連中が裏で扱ってる商品に比べたらこんなもんはガキのおもちゃさ。ってことで取引成立か。わかった。素晴らしい。やっぱりお前は頼りになる。グレンにあるエンバースに行け。ガレージでリックが待ってる。仲良くやれよ。じゃあ頼んだぞ。また連絡する。アーライルさん。さ、てめえはよ。おい、どういうことだ。レモンとライムもないぞ。何か恵んでくれないと。今日は退役兵ってわけか。まあな、戦争の話は受けがいいんだよ。ほら、これでいいか。ありがとう、神のご加護を。サイボーグの神が来て羊たちをむさぼり食うだろう。サントの奴らに準備をしとけと伝える。はい、パトレ。おや、誰かと思えば B、 久しぶりだな。戻ってきたのか。セバスチャン・イバラ、ちっとも変わってないな。名前で呼ばれるのは久しぶりだ。懐かしい響きだな。元気にしてたか、パドレ。相変わらずだ。ヘイウッドじゃ時間が止まってる。それよりお前はどうなんだ。地元が恋しくなってな。 2,3 週間前にアトランタから戻ったとこだ。随分な歓迎を受けたようだな。東はどうだった。また今度話すよ。今はちょっと忙しい。そう言わずに今教えてくれ。乗せてってやろう。マーカス、行くぞ。行き先は？グレンだ。エンバースで降ろしてくれ。それだけか？裏のスロープに行ってくれ。着いたらまた指示する。だそうだ、マーカス。久々のナイトシティはどうだ？仕事は？2年ぶりだが、ここは何も変わってないな。それがヘイウッドだ。深い根に同じ血が永遠と注ぎ込まれている。で、お前はどうしてるんだ？いろいろあったが、大した話は何にも。一応おかげさまでなんとかやってる。要はアトランタじゃ思うようにいかなかったんだな。特に何かを期待してたわけじゃない。まあここよりマシだろうとは思ってたが、そうじゃなかった。何、きっとなんとかなるさ。止めろ。一体何なんだ。仕事だ。武器は？セバスチャン・イバラ。今日の俺はついてるぜ。何の用だ。例の剣に型をつけようと思ってな。一度しか言わねえからよく聞けよ。ビスタから出て行け。手下ごと引き上げるんだ。
代わりにグレンはくれてやる。平和的解決さ。悪い話じゃねえはずだ。身の程をわきまえたらどうだ。誰だてめえは。しゃしゃってんじゃねえ。お前こそ誰だ。知らないってことは小物中の小物なんだろうがな。で、他に言うことはあるか。話はどうやらここまでのようだな。なめんなよパドレ。せいぜい背後に気をつけるんだな。お前もだクソガキ。マーカス出せ。自分のルーツを忘れてはいないようだな。いい切れ味だった。ここらに残ってるのは三下ばかりだ。銃口を前にしたらすぐ尻尾を巻く。今のやつは。気にするな。来週にはいなくなり、また別のやつがその穴を埋める。やり返さなくていいのか。報いは受けさせるさ、必ずな。そこでいい。止めてくれ。下に降りる。これを渡しておく。あんたの番号か。念のためだ。また一緒に仕事をしてもいい。2年前のようにな。助かるよパドリ。それじゃ。神の加護。いい、状況は。到着した。これからリックと会う。リックはいいやつだ、安心しな。兄弟同然さ。はいはい、分かったよ。なんだ、何か用かい。カークの使いだ。ふん、20分だ。カメラは切ってある。さっさとやれ。カーク、車を見つけた。こっからが本番だ。任せたぞ。ついに魔法の鍵の出番ってわけだ。口の減らない野郎だな。ほら見ろ、大成功だ。車を出したら連絡しろ。届け先を指示する。よし、特に問題なさそうだな。おい、待て。聞こえなかったのか。落ち着け。こっちも仕事でな。悪く思うなよ。車はもらうぜ。は？おいおい、盗人にも仁義ありって言うだろ。横取りする気か。おとなしく従うか、痛い目に遭うか、好きな方を選びな。どっちにしてもこの車は俺がいただく。何するんだ。マジかよ。動くな。現行犯で逮捕する。じっとしてろ。手を上げろ。ゆっくりとだ。地面に伏せろ。今すぐだ。ジャッキー・ウェルズ、こんなところで会うとはな。間抜けぶりは相変わらず。よー、スティンツ刑事じゃねえか。久しぶりだな。スティンツ警部。知るかよ。ところでお前も見た顔だな。なんとか言ったらどうだ。こっちは全く覚えがないが。
少しばかりの幸せを求めてアトランタに立ったはずが何も見つからなかったが、ヘイウッドで生まれ育ったダニはよその町じゃ生きていけない。俺は常々そう言ってるんだが、やはり正しかったようだ。声も出ないが、お前に何がわかるんだ。耳が痛いか。だが態度には気をつけろ。俺は短気な方だ。頼むよステンズ、俺たちを逮捕して何になるんだ。裁判したって結果は見えてる。最悪でも何ヶ月か食らうだけだ。近頃はむしろ満員らしいし、もっと早く出てくるかもね。こいつらか。私の車を盗もうとした輩は。はい藤岡様、身柄を確保したのでこれより連行します。いや、その必要はない。証言やら捜査協力やらで貴重な時間を取られたくない。ではこのまま見逃せと。ああ、海にでも放り込んでおけ。足に重りをつければ浮き上がってくることもないだろうさ。聞いたな。マジかよ。肝を冷やしたぜ。正直あのまま殺されるかと思った。いや、スティンツはそんなことしない。なんでそう思う。あいつだって腐ってもヘイウッド育ちだからな。コーポ嫌いは筋金入りだ。奴なりに仕事をしただけさ。俺がいなきゃ今頃ナイトシティのドライブを楽しんでただろうな。気にするな。どの道失敗してた。いくら歌舞伎のテックとはいえ、最先端の防犯システムにかなうはずない。警察が来るのを警戒すべきだった。まあこれも神のおぼし飯か。ジャッキー・ウェルズだ。 B だ。待てよ、お前コヨーテで見たな。どうも聞き覚えがあると思った。ママウェルズと同じ名字なのか。俺のお袋だ。コヨーテを経営してる。しかし今までよく出会わなかったな。この仕事もコヨーテで受けたんだ、カークから。あのナメクジ野郎と組んでるのか。ペペがあいつに借金してて間に入ったんだ。にしてもよ、ペペの野郎カーク程度に頭が上がらねえとはな。まあ裏にカルテルがついてるって聞くしな。カルテルだ。連中のことは知ってるがよ、誰もカークの名前すら聞いたことないはずだ。あのペテン野郎には思い知らせてやんねえとな。よし、飯でも食いに行こうぜ。さっきは銃を突きつけてきたのに今は友達なのか。俺のダチを助けようとしたやつは俺のダチでもある。ダメか。全然。人生わかんねえもんだな。何がだ。俺たちさ相性抜群って気がしねえか。俺は行くぞ。腹が減って仕方がねえ。そうだな。じゃあ行こうか。新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボアボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛でも食らう可能性だってある。
奴の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。いや、伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティは？そう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか？ミリテク？それって極秘の軍用テックだろ。どうやって手に入れたんだ？ティーバグだよ。おまけに中身も調整してあるそうだ。調整って具体的には？何でもスタイルが気に食わないんだと。まあ実際にやってみりゃすぐにわかる。今そんな時間ないだろう。後でな。まあそれもそうだな。じゃあまた今度ってことで。若子から何かアドバイスはあったか？うちあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらいい。だとさ。よし、行くぞ。エレベーターこっちだ。サンドラ・ドーセット、数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ、バグ。現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。バグ、もう少し愛想よくできないのか？優しくしてほしいならヘルプセンターに電話したら？237を探して。ターゲットは中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。これだから生死に関わる仕事は嫌。急いでハックして。 B 開けるぞ。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢だ。だがこれはゼータテクのコピー品ばっかだ。闇改造によくあるやつだな。こいつじゃない。捜索を続けるぞ。ビ、前方に注意しろ。いるぞ。静かに片付けるんだ。
始末して一人残らず。ターゲットを危険にさらすわけにはいかない。それにあなたが撃たれても困るし。側面に回れ。ああ、分かってる。仲間をやりやがった。やりませんチピオ。待て。構造を確認中。センサーに反応はない。もう大丈夫なはず。先に進んで。くそ、ターゲットは一体どこだ。探して、絶対にいるはず。今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。氷の浴槽に入れられて、他にも人がいる。まるで売りに出される肉みたいに。 B、 しっかりして。命が助かれば彼女にこの記憶は残らない。覚えていなくても本人には理由がわからないままパニック発作が出たりするらしい。氷の入った冷たい水を飲んでたら急に手が震え出したり。とにかくモニターにつないで容体を確認しないと。つなぐぞ。サンドラ・ドーセット NC570442、 トラウマチームのプラチナ契約者か。プラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ファームエアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティブ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。うん、近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。大丈夫なのか。このまま運んだ方がいいんじゃ。ダメ、息はしてるみたいだけど。モニターを作動させて容体を確認しないと。早くチップを抜き取って。あった、今取り除く。モニターを確認して。何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復体位を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがる。とりあえず氷から出してやろう。ジャック、気をつけろよ。まだ隠れてる奴がいるかもしれない。心配すんな、俺が周りを警戒する。ジャック、心配。チッ、やばい。信じまぞ。 B、 状況を説明して。ジャック、エアハイプをよこせ、早く。ほらよ、ブラダー。これでやったぞ。よし、外まで運べ。外まで運べ、テラスだ。患者を床に下ろせ。
も下がれ。早くしろ。TT-133 より本部へ。患者 NC570-442 を確保。投与開始。ドーパミン70ミリ、ノルエピネフリン110ミリ、フィブリン800ミリ。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら格好がつかないだろ。しょうがない、今回は特別だからな。オンに切るぜ、B。そうだ、ついでに家まで送っていこうか。頼むよ、俺はもうクタクタだ。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。V、どないやった？依頼主は無事なんか？もちろんだ、そういう仕事だっただろう。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたな。NCPD がワトソンを封鎖するみたいだ。急がないと俺たちも巻き込まれちまうぞ。大丈夫だ、俺に任せな。最高の街だ。他と比べてただでかいだけだろう。いや、他の街とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンドを生む街だ。しかし腹が減ったな。何か食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言っただろう。あった、そうだったな。なあ、あれって、くっそ、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。まずいぞ、いい、嫌な予感がしてきた。スカベンジャーの連中だ。くそれ、ジャッキー頼んだぞ。どうした、まっすぐ走ってくれ。捕まってろ。嘘でしょ。そう、悪い。手こずらせやがって、チェンガード。お前の愛車を傷つけちまったな。すまねえ、B。気にするな、今は無事に帰ることだけ考えよう。体制だな。
通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？ええ、俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと振られちまうかも。それは一大事ね。頼むよ、人相は悪いかもしれないが純粋なやつなんだ。どうしてやって、これで最後よ。分かった、行きなさい。ありがとうございます。それでは。丁寧な話し方もできるんだな。いつも丁寧だろう。いや、どこがだ。どこがって、全てがだよ。NCPD のエリート中のエリートことはマックスタッフだ。そこらの警官じゃ手に負えないような事件が担当だが、あいつらじゃ相手にすらならない。お、終わったみたいだ。運の悪い連中だったな。おやすみ。ミスティによろしくな。ああ、じゃあな。ナイトシティの皆さん、こんばんは。本日一人目のゲスト、バグ。どうも、知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってね。情報を送るわ。ホルダー牧師です。父なる神よ、我らと共にある。そして2人目は人気番組ジップインのホスト、カリアーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物ですね。調子はどうだい、カリナ。最高よ、ジギ、呼んでくれてありがとう。ゲートがまた壊れた。これで3回目よ。